バルニーリーコ。さピューロランドでライブをしてきて、今んとこ帰ってきてフロースキップをしているバルニーです。うん、えー、と なんか YouTube の人しか分かんないと思うんですけどすっごい顔が腫れ,腫れてるっていうかむくんでてまか今も不思議な感覚。ぼよんぼよんしてるはいリーコです <laughs> えっとラジゴマニで、えーで新しいマイクを買っておそらくめちゃくちゃ音質がいいはずである司さです。 はあ,あリーコムです。十 <laughs> <laughs> 月二十九日日曜日四時ズームで集まっています。いえ百八十五回です。早く聞きたかったあのピューロランドどうでした？ピューロランド最高でしたよ。本当にいいイベントだね。すんげえ変なところでやってたじゃん。そうあれはねフードコードステージっていうねフードコートなのよ。ね<ー>。超たまたま。 今、ランニングして最後の5分ぐらい歩いて帰ってきたんだけどさ、うん、あの、なんだっけ、なんたらピンク。町浦ピンクさん。町浦ピンクが、さんが、うん自分のセットの最初になんか、ここどこやねんつってて。お <laughs> もかった <laughs> そうそう。そうそうそう、町浦ピンクさんと同じステージに出たのね、私もね。マジあれどこあれ、まだなんか、みんなの動画見てないからあれだけど、なんか、バルニーとか、 町浦ピンクさんとかあの動画見てるとそのステージっぽいところでやってるからなんかちょっと分かるんだけどなんかユッケンさんのビデオ一個見て、うん、もはやなんか歩,歩いててうん、うん、パフォーマンス中なのかどうか分かってないんだけどうん、うん、おそらくパフォーマンス中ユッケンがユッケンって分からないぐらいなんか普通に歩いてる人に見えてさ <laughs> あのフードコートだしロケーション普通にめっちゃ明るいし私人ゴミめっちゃ <laughs> そうそうそうだからなんか <laughs> 演者が演者に見えなくてかなりじわったあそうそうそうあのだ段差もなくてね平らであっ段差もないんだとっくりさんとかゆっきりんとかも出てみたいなでもある意味なんかみんな同じレベルになって、うん、良さもあるねそうそうそうのお客さんとさ本当に同じ場所に、ね こう入ってやるみたいな感じでまあよかったよあの <laughs> まあでかいステージの方に出たいけどね来年以降めっちゃキラキラ,キラなのでっかいステージはえー、格差を感じたうん,、ね、うん格差を感じたでももともと私出る予定じゃなかったんだよねそのオファーされてなくていや私オファーされてないのなんでってなって私が出るべき っって思って思自分で営業したの変態変態 <laughs> 変なやつそうそうそうだからでもあの入り込めたっていう話、ね、いや来年絶対出ないってもうんういや来年出る来年出ないともう許さないもん <laughs> まあでも分かった分かった当ててみる来年また出ないことになって、うん、はあってなってまた自分で営業して出ることになる可能性ある <laughs> <laughs> メンタル強すぎるだろ <laughs> でももしオファー来なかったらそうします。<laughs> 自分で言うな <laughs>。はい。えあともう一つ疑問点があの,あのリポストされてないのはあの今貯めてる時間な,のなんあ自分がねそうあの待ってってリポストってかまさっき起きたから今からリポストしないなって感じなんだけど,ど、ね、いっぱいあるからちょっと厳選して載せたいのスタイルと、ね、すごいやっぱフードコートのロケーションが特殊すぎて。 めちゃくちゃ人来たのいっぱい来たし超盛り上がったのでラせ<ー>ん階段とかもあって階段の上から階段の上から見てくれた人とかもいたのね、うん、<で>いいアングルの人がいるんだんそ,そうそ,そのアングルの動画が欲しくてで今あのストーリーにちょうだいってあの書いたあ,あ見た見た見ただから動画くれくれれしたいやもうもうなんかあ ファンのストーリーすらリポストしないアーティストになったんだってなちょっと一瞬にびったんだよ。すげえよ。すげ <laughs> <laughs> えよ。やみくもリポストしたくないっていう話。なんかさ、一列目のさ、<然>やつとかだったらさ、別にふだと一緒って一緒じゃん。いや、いいと思う。そうそう。いや、たい単純に、あの、たまたま他の人の動画見て、うんうん、あ、そういえば、わにストーリー載せてないなって,思って。<laughs> 警察かよ。<laughs> いやいや、見たいから、<え>こっちは。見方形図、大丈夫大丈夫。見たいから。山盛りリポストしますんで、この後。楽しみにしています。はい。えーっと、今回は、あれ、なんだっけ。今回はですね、あの、あ,<ー>あれなんだよね。本当はニュージーンズおじさんのやつを軽めに今日あ、それに、それにもちょっと触れなきゃ、それに触れなきゃ。そうそうニュージーンズおじさんについて、あの、 募集したの、ね、ニュージーンズおじさんの実態をこう番組内で扱いたいから「ニュージーンズおじさんいますか?」っていう募集をかけたらすごい反響になってしまってでなんか本当にね3日前ぐらいなのにそれを思ったのニュージーンズおじさんの話3日後にやろうよみたいな感じで話してて募集したんだけどものすごい反響になってなんかナタリーの記事にもなっちゃったのねそれが早。早いって早いってナタリーの社員あのさっき見たんだけど 1>, <う>1時間10分で記事になってた。 <laughs> 早す<に>私の投稿からそう募集からね <laughs> <う>ナタリーその日めっちゃ暇だったんかねいやおもろいよねそ<う>だからで,できなくなったっていうかせっかくならちゃんとやろうってなって延期になったんだよねそうそうそうちゃんとね対面でやろうってなってうんそうそう対面でやりたし<で>ちゃんとご招待対してニュージーズおじさんをねで結果新曲 出した日なのに募集のツイートの方が10倍ぐらいリツイートとファボがあって当たり前だよ自分の曲が全然リチない、ね、<laughs> い,やいやでもそもそもそういうもんなんだよ別に私は驚いていないよ一切それは僕も正直驚いてないけどそれがたまたま可視化されたのがめっちゃおもろいあな,なんつうの、うん、おそらくあれがなっても全く同じことが起きてたんだろうけどすごいシュールだ <laughs> <laughs> 落差がね、みんなニュージーンズおじさんの方が興味ありすぎるんかいみたいな <laughs> そうえ僕ニュージーンズの力ちょっとびっくりしたねちょうどツイッターとかその X 話題なんだろうねピンポイントびっくりした多分ニュージーンズおじさんが X で人気の話題だからでしょ多分それもある何か,ななかすごいすごいハモったんだね、うん、うんそうなんかびっくりしてなんかニュージーンズおじいちゃんから お便り来たり、<え>ニュージンズおじいちゃん忘れないでくださいとか、なんか、エゴサーチとかしてると、なんか、ニュージンズおばさん忘れないでくださいとか、なんか、絶対リーチし,しない人たちの、なんか、まあ、その人たちもラジゴを全く認識してないと思うんだけど、<laughs> なんか、何この世界みたいな感じで見てて、へーって思いながら、ちょっと見てて。聞いてほしいね、ラジゴ、きっかけに。ね ま、ね、あ,あまあいつぐらいだろう ?11 月末とかになると思うんで。うんちゃんとやりますんで。はい、で今回はえ、えー、このテーマ今今日するテーマもなんか対面でしたかったのにま,まあいいやってなって今日することになってえー、っとうん、うん、タイトルは何,の何だっけタイトルは「マスカルチャーを好きになりたい」かっこなれないじゃないなれない。 かっ,こかっこつか別名、車に構えんのやめたいみたいな感じだよね。<laughs> あ、そうそうそう、車に構えて物事を見る。見る回。見てしまうっていう回。見てしまいっていう回で、うんうん、できっかけが、まあ、これは、まあ、バルニーと僕はめっちゃ前からよく話してることだし、過去回にも何回か触れ、おんおん違和感を感じる音楽回でバルニーも触れてると思う、うん、まあ間接的に触れてると思うけど、うんうんうん もう改めてなんでこの回、この声話したいのかっていうな、なったかというと、すごい、仲いい、最近京都でめっちゃ仲良くしてる子がある日、LINE で、なんか、星野源のライトハウス聞いたみたいなの来たのね。で、うんも考え,な考えなければ、いや、聞いてねえよ、みたいな。<laughs> ってなっちゃうじゃん。分かんないけどええ、2人とも気になるこの時点で、2人ともそういうなんか友達星野源のライトハウス聞いてるって聞かれたらどう,どうリアクションする脳内でもリプも。<laughs> どうだろう、えー、私はあのめちゃくちゃ星野源のライトハウスはマスカルチャーの人じゃない人たちが X でめっちゃ話題にしてたから、てか私のフォロワーは FF ね。へえー。 まあ、まあ見るべきものだと私は思う見,見たいものっていうかうん見たらみんなと話題が弾むものって感じまずまあ勉強教材みたいなね勉強教材でもないなんか普通に触れるべきもの勉強教材ってうんうん,なんか普通にうちらの話題普段の話題に関すること近いことだから見たらおもろいんかなって思ってたかなりそんなしゃに構えてない うん、これえ、うん、違う社に構えてててる人たたちがが面白がっていたっいことあーあーそういう意味でそのそ<う>すごいいいよってめっちゃ絶賛してるわけじゃないのそうあのマスカルチャーのとしてもはやその人たちもおすすめしてるわけじゃなくてなんかマスカルチャーではあるんだけどネットフリの番組なし、うんうん、だけど「社に構えてもおもろいもの」っていう感じでおすすめしてた気がする。 もう、もう、社に構えすぎだろう、その人たち。だから、<laughs> から私の周りはもう全員社に構えてるのよ、基本的に。社に構えのフィルターバブルができちゃってんの。なら、そういうのがおすすめされたで。で、車に構えフィルターバブルの一員として、あの、うん、プライド持ってそれ、社に構えてる税として消費しなきゃって思ったってこと、うん まあ嫌な言い方するとそういうことだね、まあみんなが。みんながおもろいって言うならおもろいのかもっていうかみんなとこの話したらおもろそうまあ時間があったら見るわって感じ。で見たん見てない。<laughs> <laughs> 見ろよ <laughs>。ちょっと時間がねし <laughs> えリ、リーコは,リーコはいや私は全く見る気なかったけどまだ見てないけどなんかバルニーカ誰かがツイッターかなんかあ違う。 ラインかなんかでなんかライトハウスライトハウス、うん、ライトハウスのなんか若林がもともと私若林のことあんまり好きじゃなくて <laughs> なんかそうなんかリーコが嫌いな若林の側面リーコが嫌いな側面のあれが出てるっぽいよみたいな,、うん、なんかバルニーが言ってた気がして、うん、それでちょっと興味持って。 てるけどまだ見てないっていうてかそもそもあれ今知ったえ映像なんですね <laughs> 映像ある <laughs> 僕そ<う>アルバムの話しか <laughs> ははあの把握してなかっただからなんかあのー、そういうあのだから私もこれバルニーが言ったから見ようかなと思ってるぐらいの感じで多分普通のお友達に見たって言われてもあ。 見ななななきゃのとはなんないあなるほど、ね、もう、うん、全く同じなのよ。僕は映像というよりかライトハウスのアルバムの特に1曲目めっちゃいいから聞いてみ見てみたいな言われてもちろんすごい好きな人だから聞いてみてもう普通にいいんじゃねって思ったんだけどもうなんか星野源っていう,もう名前がもうついてるだけで。 もう、もう、もう、もうもうダメなんだよってなっちゃって <laughs>、えー。えー、えつまり、ずーちゃん、星野源の音楽のアルバムだと思ってたってことえ、待ってえ、星野源の音楽なんじゃないの<え>ライトハウス。違うのよ。<laughs> ライトハウスこれやばい。<laughs> や,ばいやばいよ。これやばいよ。ネットフリックスのトーク番組だよ、若林と。星野源えー、それは理解してる。それは理解してるっていうか、あ,あと、すげえ後から聞いたけど、え、ナイトハウスっていう EP があって、 1曲目が「東大」っていう曲なのよ。あそうなんだ。何これアンジャッシュじゃんなに <laughs> これアンジャッシュじゃんじゃねえ。<laughs> アンジッシュじゃんあ<や>じゃあそのお友達はその EP をそういやだか,らしただからこの過去2分僕もバグってたの。<laughs> そう僕はこっちの話させてもらってます。<laughs> うん、マジかよ。<laughs> めっちゃバカにされるやつじゃんこれ。いやいでもそれぐらいは本当だ。でもそれぐらいうちらは理解してないっていじゃあ。じゃあじゃあまとめますこの過去2分ライトハウスという、えっと、ネットフリの何ドラマ何,どき何トーク番組シリーズ、まあ、番組があります。で、それ1位で2がライトハウスという EP があります。星野源の。で、僕が話してるのは EP の方ね。で、お二人が話してるのは番組の方。うん,うん。<laughs> で僕は友達から <laughs> あの EP の方星野源の EP のライトハウスがめちゃくちゃいいと。で1曲目の東大が特にいいから聞いてって言われたの。うん、で僕はまあ普通にそれ,それを Twitter とかで見てたら聞かないけど興味ないしでもすごいなんかまあそれこれは無意識的な反応だけどすごい共通言語が欲しいっていう。 欲と、まあ、話を進めたいっていう欲とかがあるのか、まあ、聞いてみたいっていう気持ちもあって「東大」を聴いてうん、うん、まあ僕が普段聞聴く曲ではないけど、まあ、別に普通になんかいい,い,い,いい曲かもみたいな感じで別に何も強い気持ちもなく思ったんだけどそれよりもさっき言ったともり星野源っていうもなんかとてつもない、うん、うん バイアスがあってみ,んみんなに人気すぎる歌手っていう、ね。もういろんなフィルター人気すぎる歌手これを消費してる自分が嫌だでもそれなんで嫌かわからない星野源支援したくないみたいなでも別になんで嫌いなのかわかんない <laughs> みたいな,なんかよくわかんないけどバーって今思いついたこと言ったけど <laughs> またにくく楽しめないこれが、うん、なんかいくらいい曲だったとしても。 うんででも普段のことだったら別にそんな深く考えないんだけどなんか普通にこれ問題だなって思っちゃって、うん、特にあとなんかすごいなんか仲良くしたい人からおすすめされたことによってすごく深く考えさせられたのよその人には言ってないけどこの回でサプライズだけど僕の中ではなんか「ああ」みたいになってしゃなマスカルチャー 楽しめるようになれよ自分みたいな思っちゃったのね。<laughs> <laughs> で、まあ、バルニーにもそういう話したし、うん、まあ部分的に同意して,してるしみたいな感じで3人で喋りたいっていうのが成り立ちなんだけど。なるほどね。そう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 。もしのゲンはさマスカルチャーの中でもさとてもさなん っていうのかな我々寄りなんじゃないのものとしては。うん、私はそういう認識だった。そうなんだなんか結構。かなり、<う>我々寄りっていうとマジで言語化かすすぎるけど、なんていうのうーん、ちょっと左寄りみたいな。<laughs> ニュアンス。<laughs> そんなの解像度おかしかなすぎて何も分からん。そうなのえ,え、なんか、うーん、そう。てか全然さ、なんか、なんていうのまず 俳優としても大活躍してるけど、売れてないミュージシャンだった時間がめっちゃあるし、みたいな。えー、すごいなんか、えーうん、思想ある人みたいな。なんかわかんない。星野源追ってないからわかんないけど、そういう認識だった私は。なるほどね。うん。<は>だから星野源としてはそう思わない。うん、聞かないとかあ、聞くの抵抗あるとかは思わないかも割と。まあ、一曲なんだろうな。<も>みたいに思う。ええー。 おも,ろもっともっとそれがいきも生き物係とかだったらいや聞かねえよみたいな思うけど超ポップな感じだったらあ<ー>おもろなるほどね結構そこ私生き物係ってと星野家の間に一丁広い差があるかも<ー>なんか距離あるいやおもろどうでもいいけど僕だったら生き物係は遠すぎてめっちゃ全力で聞ける、うんうん、マジ 星野源はなんか変になんか石塚俊というグラフィックデザイナーとかを最近すごいアートカバーとか作っててなんか変に近いからこそ近いって言ったら僕マジ僕が偉そうすぎるけどなんつうのなんか感覚的に近く感じるからえ無理かもみたいななっちゃうっていうまあ,まあ星野源はあくまで一例であって今日話したいのはそのまあ単純にマスカルチャーに対して でなんか変な変なバイアスを抱いちゃううんでそれを抱いてるのはまるにとぼくな気がしてるリ,リコってそういういのあんのえうあんまりないかなまあ,あの区別はついてるけど <laughs> 区,別 <laughs> 区別ついてる時点でさかか <laughs> <laughs> なん。 えそうそうバルニーと僕だけリーコはじゃんあのまっすぐ見てるっていいけどそれ私疑ってんだよね普通にそうだ嘘なんだよね普通に嘘まあスカルチャーも楽しめる目線はあると思うけど実際嘘なんだよねこれ毎回ここでねあのバルニーポリスが来るんよね <laughs> 毎回私のこれに来るんよねんそうそうこれ嘘なんですよね私的に <laughs> な,なぜかというとあのリュウコは恋愛リアリティーショー見好きでよく見えるんだけど、うん、それの見方がストレートに見てるように私は思えないそれは <laughs> ストレートになんかこの子たちの恋愛頑張れとかどうなっちゃうんだろうハラハラして見てるようには全く見えないので <laughs> それはなんかしに構えて恋愛リアリティを楽しんでいるのではないと言えるのではないかと思っている <laughs> あ<ー>い。そうですねそれはそうかもな に構えてみるでももはやそれ全てのことに対しても,もうそうなっちゃってるから社に構えてなんかそのサブカルチャーに対してもマスカルチャーに対してもなんか社に構えてちょっと歌って,みてる気がする、うん、両側にもね全員そうなんだようちらそうでもリコはよりマスのものを普通に摂取するうちらより全然そうだか,らだからより あのー、ちょっとわ悪いなって思う自分で。なんで <laughs> えなんかあのちゃんとこうやってヒール役にな,ならずになんか私はマスもちゃんと分かってるみたいな <laughs> <laughs> そうい感うじで今日いる気満々でいたから。<laughs> <laughs> なんか <Okay. S 2> <laughs> そう。ねあでも改造がはまあ 僕あくまで僕と比べたら数で100倍高いと思うし<私>日常的に見ても、ね、見てる、うん、し、まあ、星野源とかでも星野源とかはあのバルニーと同じ意見その星野の源があしんどい時期とかしんどい時期かがあったか知らんけど売れてない時期とかなんか酒ロックとか、まあ、聞いてたなって思って、うん、たまに。とか思って。 恋ダンスとかもさ、一緒に踊ったじゃん、つーちゃん。楽しかったね。そんな時期あったんかい。そうそう、つーちゃんと私は一生懸命恋ダンスを習得したりする時期とか、<laughs> もうあの時もちょうど逃げ恥が出始めた頃だから、星野源って、あ、もう完全になんか、ちょっと明るめの渡辺大地みたいな感覚だったの、私、あの時。わ<ー>かるなんか、なんかかかわるもなんか、 そのあっち側のバンドマンなんか音,楽音楽やってる人がなんかその、うん、絶妙にマスカルチャーにいない面構えとかいない雰囲気とかで、うん、俳優とししてもミネターン見たみたいな感じ <laughs> そうとかそう、あのー、黒猫印の渡辺大とか絶妙にあっちの俳優キラキラしてる俳優の中にはいないけどまあなんか沼る 顔してるみたいな時々、丸顔。時々、なんか、その人気になるもんね。<laughs> んうん。なんか、たまにピックアップされるじゃん。と花市公務的な感じでさ、こいつちょうだいみたいな感じで連れてかれているイメージがあるんだけど、<laughs> なんとなく構造として。すごい、いい日でしてたね。<laughs> そ,うそう、でも、星野源ってそういう感じで,で、しかも主演も晴れて、ガッキーの。 旦那さん役とかであの人演技超うまいもんなみたいな気持ちでなんか見てたから今となってはなんか一時期なんかさスーパーオーガニズムとコラボし,したりしてたじゃん。へ、えー、そんなコラボあったんだ。とかもなんかあっそう, <laughs> <laughs> うなんかすげえおもろいか。なんか星野源 <laughs> がでなんかラップとかも好きっていうのを聞いてるからなんか本当はこういうの大好きなんだろうな、うん、けども戻れない戻らないって言うとあれだけどなんかたまにこういうふうに自分を出すとかをなんかこう継続的にやりたい葛藤してるのかなとか勝手にこう思いをはせて見てるのがちょっと好き、うん、この間「おとどけビーバー」のこと紹介しててめっちゃ好きやんマジで んか結構そ,そういう意味では星野源文章とかもないし何か何もかもすごい信頼できるなんかカルチャーパーソンって感じ私の中では。うん紹介してねそういうなんか紹介の積み重ねみたいななんていうの、うん、信頼に繋がってる感じする。もす,、ね、するなって勝手に思ってるから、えー、か星野源が出てるから。 マス無理みたいな今なんか感じではない,ないえで僕らが別に星野源関係なく全体的になんか、うん、わしゃに構えてんなって思う時み見下してんのえっそんな見下したりはしてないけど <laughs> なんか全てをおも面白い面白いのになって。<laughs> <laughs> <laughs> なんかももっったいないなななて思う時もある <laughs>、うん、なんかそれで手つけないみたいになっちゃうのはもったいないっていうか、ね、そねクわズ嫌いは絶対し,しない方がいいって思ってるからんなんかもったいないなみたいな。<laughs> なるほどね愛の里を見るべきだし。え愛の里見てないの <laughs> <笑><笑>見てるわけないだろつーちゃんが。<laughs> 時間ドブにしてるくらいに思ってるよ。<laughs>

えじゃあ例えば、ネットフリックスの恋愛リアリティーショーはマスコンテンツ、うん、もちろんあ。で言ったら、結構私、全部見てない恋愛リアリティーショーもあるの。なんか、もうここ、1話だけ見て、ああ、刺さんなかったはやーめよ、みたいな。<う>とかは、なんかもう、今まで見たことある人間の寄せ集めじゃん、みたいなのは見ない。<laughs> その参,加参加してる、リアリティー。 話しててる人人間の人物像を見もうああ<の>こいつこういうタイプの悪口もう言い切ってんな私って思ったら見ない。え逆にじゃあリリコの見てみて、うんうん、嫌いってなったものの、うん、リストとそれに対する。うん 批評を読みたくななったああ<ー>、<laughs> 面白そうだねじゃあやってみようじゃあとりあえずはなんか第一話とかあったら例えばドラマとかリエリ,リティとかも一旦見てみようみたいにはなるってことなんだ <laughs> 待って<あ>でも<え> <laughs> 多くのコンテンツの第一回見てるってことになるよ <laughs> <laughs> い,い,いるよでもそういう人いるいるドラマは全部見ますアニメもドラマも全部一話見ますみたいな人いるよそうそうあ、でドラマ その地上波でやってるコン,、うん、コンクールのドラマとかは、うん、あの正直見てなくてドラマはははそうだけど「美版とかさなんか<ー>もう話題になっちゃうって<近>どんどん引き上げられてくものってさ3話ぐらいで決まってくるじゃん。Twitter、うん、でこの人も話題にしてるとか <laughs> なんか <laughs> なんかその芸人たちが。 ビバンで出てくるワードをもとにそれを共通ワードでどんどん YouTube 回し始めたりとかそれ見て「ビバン見ないと面白いと思えるコンテンツが減っちゃうってなんか思ったのなんか鬼越えトマホークとかがなんかあいつは別班かなんか別般だと思う吉本芸人トップ10みたいな,なんかそういうコンテンツとか流し始めたりとかしてるの見てあの 見るとかなんかそういうふうに、うん、やっぱ周りの雰囲気見て決めてる気がするそういうのをレアリアリティショーはね自分の軸で決めてるけどソムリエみたいなことるレアリアリティショーは本んににんかそのん <laughs> みんなが好きだからとか言って今日好きを見たりとか。 しっこいする週末ホームステイとか,、うん、なんかそういう高校生のやつとかはなんか見ないようにしたり。<え><ん>じゃあ「ビバン」は見たの ビバン全部見たしなんかさバルニーがさ「ハンターハンター」見終わっちゃって今もう頭おかしくなってるでしょだから何も語ってない考察とかもあさり始めちゃってるでしょうんそうそうそうどうでもいいから何でもいいから見てる今何でもいいから何か浴びてたいでしょハ、うん、ハンンタターー <laughs> ていたい <laughs> でしょそういう状態でしょ私も「ビバンが終わった時は本当に見つけたいその考察何にも言ってない考察タイトルまで見て。 もうあのレコメンドがもう「ビバン一色になっちゃってもう大変だったの <laughs> <laughs> 今その状態<リ>本当に。に全てを知り尽くしているリーコみたいな感じになってて <laughs> おもろすぎるねそうでしょコンテンツにくるとこうなっちゃうのよ <laughs> こうなっちゃうのよ伏 <laughs> 線伏線50線みたいな <laughs> そうそう伏線50線で、ね、<laughs> そういうのを見,見始めちゃって え、サンクチュアリーとかも見てたもんじゃ。ーーあ、サンクチュアリー見た。<laughs> 全部見てる。あ、なんでも。で<も> <laughs> 確かに、でもさ、原価使うかどうかってさ、確かに私もめっちゃそれインフルエンスされるわ。 え何え芸人が芸人がトークで扱うかどうかって言うのでめっちゃ変わる<あ>それでインフルエンスされる方いや<も>わかるけどいやそれも気持ちはわかるけど、うん、ゆえって別にバレにサンクチュアリーとビバン見てないんで見,見てない見てないそこが境目だよマジでえ,えでも見たいリストに入ってるよサンクチュアリーは見たいなって思ってる<え>でも見てないんで見てない <laughs> そこだよないか注意の問題。えビバン え、リスナーの人でビバン見た人いないかな。<だろ> <laughs> 絶対いるだろ。な <laughs> んだよ <laughs> え。<laughs> え、本当に面白かったので、なんか、すっごい。あ、なんか超絶右翼の人が作ったんだな、このドラマって思ったの。サンクチュリー、えー、うん、うん。ビバン。え、ビバン。 そうでなんかこういう本当にに緩いプロパガンダみたいな,なんかドラマだなって私は思ったんだけどなんかそういうのもさそれをこうそういうメッセージをああいう大きいテーマに忍ばせてるのとかすごく書いたの日本賛美みたいな。すごい,いろんなコンテンツをなんかパッシブに v i v バ n に。 関するコンテンツをパッシブに聞いてきたけど、今の中で一番面白そうに。私も。えでしょ <laughs> 一番見た。見たくなった。見たくなった。<laughs> うんうん、いや、本当に。そうなの。あ、あれストーリーももちろん面白いんだけど。そこに隠されてる、なんか監督とか、なんかその。作り手のメッセージが実は超絶ドストレートなの。<laughs> <laughs> お前だ。とそうなん私は思ってて、すっごい。<laughs> うん 最終話で逆に興ざめしたの <laughs> あこのドラマってこういうこと言いたかったんだ <laughs> 本当ははワーってしてすっごい怖かった、まあ、何十億もかけてさモンゴルとかで撮影しましたとか言ってバラカ共和国っていう存在しない国を作って架空のモンゴルで撮影してとかその日は聞けば聞くほど大変なのに伝えたいことって多分ここに超集約されてんのかなって。 とかなんか考えてなんか金の使い方とかいろんなものも含めてゾワーっとしたんだけど面白いから見てほしい <laughs> そうえ見たくなってきちゃった二番街やんもう何これなんかさまあそういうのもあってやっぱマスカルチャだとしてビバンがでもまあおもろいしなんかこういうの摂取すればするほどもっとなんていうの そのサブカルチャーというか自分がもともと好きなカルチャーのこともこうああそれは本当その通りだと思う,う本当その通りだと思う時間が無限にある思ね。サンクチュアリーも絶対見た方がいいよ <laughs> いやいらんって、まあ、またサンクチュアリー15分ぐらい勝たんで使わないけどサンクチュアリーはあのすごいいいって言ってたね<ー>って見て見て思ったんなるほどねなんかさ それはさ気づけないじゃん見ないとそのビワンにプロパガンダが潜んでいたとして潜んでいますねっていうのをかうん、うん、見ないと確認できないからどれだけそれがなんていうのそれに危機感を持つべきかとか例えばね気づけないからなんかある程度は見た方がいいのかなその監視目的みたいな世の中の確かに世の中の監視っていう <laughs> 点で見るとすごい。 いいと思うマス、ま、なものってなんかそのコンクールのドラマとかもさ、うん、そう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 すごいなんかそれでなんか子供向けのやつとかなんか <laughs> ピクサーアニメとかはなんかちょっと見なさすぎたからちょっと気になるなって思い始めてきたはい、はい、なんかその子供が無意識化でどう,いうどういうものをあ。 見させられてるんだろうか?。何を摂取させられてるのかってね。うん、で、全くそれ知らなかったから、ちょっと気になるなと思って。ちょっと、なんか見、<laughs> 見てみたりした。アルニポリスが、なんか、拡張され。<laughs> <laughs> そうそうそう。でも、なんか、私が、気になるのは、結構、やっぱ、年下のこと、子供のこととか。なんか、どういう、ね。その、無意識に、摂取するものに。 そうだからアイドルとか好きだしなんか子供にどういうものが届くのかなみたいな<ー>とかがやっぱめっちゃ気になるんだよね<ー>だからなんか「謎にピクサー見てみよう」とか言って,見てみたりとかあとはなんかそのなんていうのガールズ映画みたいなのさ一回聞いたリーコたちにさ聞いたことあるじゃん。何ああ言ってたね。 なんていうの記憶に残ってるガールズ系の映画ってなんかあるみたいなのを友達に聞いてなんかこう集めてそれリスト化して歴史,歴史上にねこう点在するまあバービーきっかけなんだけどバービーより前にこういろいろあるわけじゃんミ,ミーンガールズとかいろいろなんかキューティーブロンドとかあるじゃんああいうのとかをなんか見たことなあんまないから見ていこうかなみたいなうーん,なんかその少女たちに何がこう 押し付けられてきたのかまたはその歴史の中でどういうこの時点でこういう感じだったんだこういうムードだったんだとかをなんか知りたくてうん、うん、それをリスト化してマスカルチャーに触れようとしている今。へえ。ねえ触れてると触れてる側面もある一方でうん、うん、僕みたいになんか。 あ,あちょっと車に構えすぎてんなっていう悩みはあるの改めて。車、えー、に構えシャに構えすぎていて今まで自分の感性のすべてがほとんどそれで左右されていたからシミッこを見すぎて自分が普通にますに人気のものを作れないっていうのが悩み。うーん いいと思わないからそれを普通に面白い普通にストレートに面白いっていう気持ちになれないからなんかああじゃあなるほどね。えじゃあその自分の作品に関しての悩みでやってなんか消費する分には今はそんなに社に構えて悩むなとかはそんなないんだ 消費する方としては消費する方としてはないし今まで通りにまあこれは普通に思わんないなとかってなんかのけたりとかは普通にしててそれは自分気持ち悪いとかは思わないだってわかんねえもん<ー>みたいな <laughs> 感じで,えでもそれとそれと作業作り別にひも関連してるじゃんそこはちょっと矛盾してるだって自分の感性変えられないじゃん いや感性変えられないのはもちろんそうだけど、うん、それにそれ感性変えられないことによってマスが好きそうなものに寄せれないっていう悩みはそれに関連してるじゃん。あうん、うん、あだからそれは変えられないんだけどどっちかというとめちゃくちゃサブカルサブカルしすぎてるものに対してもすごい冷めた目で見るようになっちゃった最近は。 これじゃ届かないでしょみたいないうん前まではめっちゃそういうのが大好きだったけどなんか最近は自分と照らし合わせてこれでは大きくなれないでしょっていうので結構排除するようになっちゃった。じゃあもうちょっとそれを具体的に言うと、うん、自分の話に関してどのようなふうにちょっと中道の方に <laughs> 寄せようとしたの ええー。見た目それとも音楽ぜ全部全部見た目音楽発言全部。ええー。発言発言発言,発言とか例えばえ、ま、ここでハンターハンターとかワンピースの話をするのは私的にはグッドなんだけどもっと前の漫画の話とかは全然したくないみたいな。<laughs> えどう,どういうことどういうことういものどういうもの,どういうもの うーんどういうものかなどういうもの難しすぎるものとかああなるほどね。うーんの話とかはあんまり扱いたくないな受け取る人を選びすぎるようになるから扱いたくないなって思ったりする。へえ<ー>。ようになったなるほどな。じゃあ意外と僕だけなんだねこの。 にの悩んでんの <laughs> 悩んでんの僕、ね、これにさっき定義,定義したというか説明したものに対してはん。つまんないけど、つまんないけど監視対象として見るみたいなそういう見方をマスカルチャーに対してもうなんか形ができてからは別に思わないかも。 なんかバルーニが今感性変えられないじゃん。で終わらせて悩んでないのがちょっと意外なの、今僕の中で。僕側では別に音楽家と音楽家とかラッパーとしてラ、あのー、活動してないから別にそんな重要、重視する必要はないけどなんか一つの共通言語としてうん、うん、僕す高校生中高の時はすごい日本のマスカルチャーが大好きでもう2004から 8ぐらいは、もうほぼオリコン、うん、毎週更新されるオリコンのランキング、うん、日本好きすぎてオリコンランキングの全曲なんか、聞いてて、めっちゃ詳しかったのね。うん、今そういうの全く知らないから、うん、その、何が人気なのかもわかんないし、何も知らないから、でも逆にその共通言語が少なくなってるし、そういう接点がだんだん薄まっていく。 中で、まあ、ムードによるけど、なんか、すごい寛容な時は、む寛容なムード時は、なんか、あもっと接した方がいいな、みたいな、そういうのがあったら、なんかもっと楽しいかもな、みたいな、共通言語増えるならな、っていうムードのがある時もあるし、逆になんか、いや、そんなんいらねえし、みたいな時もあって、なんか、悩むというか、もっとし、し、し、 じっと来たいなみたいな時もあって、それが二人にないんだっていうのが意外。バルミが止まった。あ、バルミが消えた。バルミが僕の、僕の発言。話を聞いて、逃げました。受 <laughs> け <laughs> る。そう,ね、そうそうそう。 そうなんだ。うん、そこは悩みなんだ。でもなんか私、確かについちゃんたちって、ついちゃんたちのたちが誰かはそう特定してるわけじゃないけど、本当に、あれだよね。マス、一切摂取しない、してないよね。なんか、それでまあ、健やかに育ってる感じはするけど。あ、そうなのどういう意味健やかっていう。え,え、なんか、別にそれで、なんていうの ななんかすっごいに構えて,てあーなるほどねヘルシー別に、うん、<laughs> ひねくれすぎずに別にヘルシーに育ってるねみたいな感じで、うんうん、<laughs> 変な目で見られてんな <laughs> で思っちゃってでもえ例えばなんか音楽に関してはそういう葛藤が生まれると思うけど、うん、お,お笑いとかは ああ確かにお笑いも感じないねだ。だってお笑い摂取してる限りマス摂取ししせざるを得なくないいやごもっともなんかすごい僕の中で、うん、マジこれ全部僕の完全主観で何のこれこれ僕が正しいって全く思ってない思ってないけど、うん、音楽にはそういうマスサブカみたいな僕脳内でなんか無意識にあるのよ。うん、例えば夜遊びとか出たら 興味なんか自然的に持てないしネガティブバイアスかかっちゃうけどお笑いとかはんか僕の中で全部いけんのえん何でんで例えば「かまいたち」が出てたらもう見ないとかそういうのいるじゃんそうう子さんファンも最近「かまいたち」ちょっとうざいこれは「かまいたち」っていう具体例なだけなんだけどなんか濱家じゃなくて山内がちょっときしょいからそれは置いといて知らんけどなんか。基本的にないんだ。 ないない。ってことはさ、必然的にバラエティ番組もないでしょそうすると。いや、バラエティのゴールデンはちょっとき,きつい。じゃ、有吉の壁無理。いや、有吉の壁は。<laughs> <laughs> <laughs> オッケーなんだ。<laughs> ほら、ガバガバやん。ん <laughs> いや、確かにもうこれ。何のマスサミカとかじゃなくて、自分の。好き嫌いなだけの話。うんうん まあでもでもでもお笑いに関してはマジでそれ好き僕の自分の好き嫌い<ー>でもでもこれは後あとんていうの日本語で後から正当化してるだけかもしれないけど、うん、有吉の壁はマスをめっちゃドマスのあれだけどサブカルを地道に支援してると僕は信じてんのねうん、うん、そういうところとかすごい。 なんか好きししたいし見たい見くなるなんかえこの人出んのみたいな。えなんか例えば2年前の m ワ1でさモグライダーとかさうん、うん、ランジャタイとか要はいわゆる地下芸人多分サブカルチャーうん、うん、そうそういうことか出しと思われがちというかの人たちが、ま、その地下をサブあの地上を地上をなんていうマスって こう区別するのもちょっとナンセンスかもしれないけど、うん、まあだとしてああやって引き上げられてくた瞬間ってあるじゃん日の目を浴びたの。であれで音楽でも例えば同じ現象があったとして<ー>なんかつーちゃんが好きななんかその界隈の人だけがあの。 いそしんでた音楽がさ突然 CM ソングに使われちゃいました「M って決まりました」みたいな感じで引うう、うん、き上げられていってしまったらやっぱもう聴かなくなっちゃうええー、でも確かにこう本当変かも音楽の。例えばだからボーエンがあの夜遊びところししました <laughs> <laughs> いやボーエンは仲良すぎてもう何が何でも喜ぶしバルニとかだったら何が何でも喜ぶ。 おもろタイミングだけどチェルミコとかマジいい例だと思う、うん、僕ああ<ー>、すんごいサンクラで活動してた時から知ってて2015年ぐらい15年からの僕、ね、あの子さんアピできるみたいな <laughs> あのアピールをちょうど先週お二人に来院でして, <laughs> て、ね、で子さん子さんで子さんだよねっ,つってでそれを見せ証明したくてツイッターでチェルミコフロムティータに戻ってエゴサエゴサッツーか 過去のツイートを探したら2015であっておっしゃってなったんだけど <laughs> でもそうだねなんかケロケロボニートとか、うん、ジェレミコとか本当、うん、これ恥ずかしい自分でキッショって思うけど確かに何かでかくなりすぎたらなんかちょっと聞かなくなる自分がいる。ねっ「M ステ」とかに出始めたらってことそのでかくなるってどこの辺なんか私からすると チェルミコとかもう2人ともそれぞれ活動してるしうん、うん、本当になんか、うん、まあなんか1週間のうち何回も文字だけでも見たりとかするからああいう,んうん、うん、すごい有名た多忙そうだなとかなんかそんな感じで多忙そうんかすごいなって思って見てるんだけど活躍の場がすごいいっぱいあるんだなって思うんだけどそう。 なんかまあなんか大きくなるってなんか創建美女のラップとかなんかそういうなんか CM とか資本が、うん、絡むと、うん、そ,うそれが僕そこかもねじゃあ違うな<ー>そこじゃないよまあでもちなみにこしたらそ,それだっただ僕の本当これは怒りなく恥ずかしいことでなんかでかくなりすぎるとうん、うん、なんか 応援できなくなくるる自分がいるんだと思ううーんなんでだろうねダメだおもろいなるほどね <laughs> うんあんまり考えたことない資本がえでもなんかそうねまあでもだからそこに関しては音楽だけってことそうだねだから音楽だけだ今気づいた<笑>お笑いとかめちめちになるとめっちゃ嬉しいもん デザイナーとかも別にそうでしょ。ああ同じ同じ。アートとか音楽に愛着がないんかも。あそ,れあそれだ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 あ<ー>それだそれがバルニにバルニと話してバルニもう納得した僕すごい音楽を悪い意味でファッションとして消費してんだと思う。あ<ー>なんか想像できた。うん なんか僕音楽興味ないんかも。<laughs> やば <laughs> えなんかさあまあでもそうなんじゃない私よりやっぱないんじゃない、うん、なんかうんえ。つーちゃんは詳しいしすごいあれだと思うけど愛着がやっぱわた私よりもない気がする。うんいやそれかも。詳しくない私よりない気がする。 そうだよね。それかも。そう,そうだ。で<も>、なんか、うん、何で、何いや、愛着ないんだろうなと思いつつも、その、最終的には、もの、アーティストによるんだろうなって思う。<ー>なんか、なんつうの、えー、サブ、つまりサブカルっぽいものに、 愛着がないんだと思う。愛着あるように見せてるのに、うん、最低だねそれ。やばいです。<laughs> でもなんかその私その応援してるアーティストとかに関してもなんか大きくなってもらわんと困るとも思ってて。うん、後々まあその本人ができる範囲でっていうところではあるんだけど、なんかさまあ、これこんな考え方悲しいけどさ。売れって。 本人が楽しく活動ができないと、まあ、売れなくても楽しい人もいるかもしれないけど、うん、とにかく楽しく活動ができる状態ってある程度活動できる資金があってとか何かいろいろ結局お金が絡んだりとかするじゃん。とかってなってくとなんか本当になんかうまく言えないけど、あのー、何もこう気にせずそのますに。 芸合もせずこう、うん、敷き詰めてやっていける人って、うん、本当に実家が太いだ人だけじゃねって思っちゃう <laughs> マジでえなんか、ま、周りを見ててそう思うのかななんかあの悩んでない人葛藤してない人そこで「<ー>いいよね自分のスタイル貫けて」みたいな。具体 <laughs> あうん、あすぐ言えないけど <laughs> これは言っちゃいけないやつなんだけどそうちょっとか思っちゃってだからいつかはどっか資本と絡んでくれないとず自分がずっと供給なんていうのあの自分がずっとこう提供してもらえないたなくなっちゃうんじゃないかってなんか思っちゃうとかだからそういう意味でうまくマスを使ってほしいって思うのんか。あー まあまあそれがいい。やりたいことを続けるためにとか。いいファンだと思う。全然だよね。だって長続きしてほしいっていう気持ちでしょ最終的には。そう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 ,う,んうん、うん。じゃあじゃあ僕もすごいそういうふうに自分をよくフレームするのであれば <laughs> あの,、うん、あの一旦例えばちるみこの例を使うと。 うん、ジェレミックコがその元サブカラだった頃ってもちろん母数が少ないじゃん。で僕みたいなやつらがいるじゃん。うん、僕みたいなやつらのおかげでネクストステップに行けるじゃん。僕はネクストステップに送るやつなの。<laughs> <laughs> <laughs> 面白そうな話してんんじゃんいやおもろかったよ自分なりの力で <laughs>、うんうん、ちっちゃい力だよ。でも僕が1000人ぐらいいたらツイッターとかでこの曲いいよみたいなツイッターとかでつぶやいて、うん、ネキストステップに「はいどうぞ」みたいな「うん、どうぞどうぞ」つってあ、うん、<laughs> げてで僕それで上に行ったらもう僕の役割は終わった。終わったなって。終わったの。あ次に行けるって。 <laughs> 育ったなって思う育,ったな育ったなったつって次に行けんいやすんげえはしょるとバルニ僕はすいませんなんかパソコンがお落ちちゃったみたいなそう落ちちゃったのそうあのなんだっけ、まあ、すっげえまとめると音楽だけなの僕はあのうんうシャに構えんのお笑いとか全くシャに構えないうーんバルニの声めっちゃでかい今本当 <laughs> うんと で、えー、で音楽の中でも、僕、車に構えてる理由は、普通に、あれなんかも、あの、音楽に興味ないっていうことに気づいちゃった。お<え> <laughs> いや、なんか、リーコにめっちゃ質問されてて、それ、音楽好きなんみたいな、愛着ないんじゃないみたいになって、で、チェルミコの具体例を使って、チェルミコが、なんか、けんみちゃのラップとか、なんか、 CM とか使い始めたら、なんか、そんな興味なくなっちゃったっていう話して、そういう件いくつかあるのよケロケロボニートとかもなんかすげえ有名になったら、なんかそんな追わなくなっちゃったし、最近全然、応援は気持ち的にすごい応援してるんだけど、曲は全く聞いてないのね。で、その中でなんか愛着ないんだろうなって話になって、それ、そう、だから、 サブカルの時には応援するけどちょっと有名だったら応援しなくなる最悪なファンっていうことに気づいたっていう。ちなみに私もそうだよ <laughs> そうなんかいだからだからねなんかリコが、ね、まあとで聞いてほしいんだけどあとから、うん、でもなんかいいこと言ってくれてじゃあ僕もいい感じに自分の立ち位置を定義するのであればサブカルでそんな有名じゃない時に。 あの応援する人で上に行ったらもう次の人にあの次のステップのファンにもう手渡すっていう役割の人かもねっていう <laughs> 私は私もそうそうなのかもでそれ結構なんか悩みでもある <laughs> え具体例言える具体例ええ今まで好きな,っ好きなっごめん,ごめんなんかハウリングしてる <laughs> めっちゃカオスバーリン人,人なっちゃった <laughs> だ今これ,これ大丈夫ですか？あ,あ違う。今オッケー。なんか直してます。あ,あこれでどうですか？これでちょうどいいです。<OK> 大丈夫ですか？あノートよかノーパスで入った。いや今まで好きになったアーティストほとんどすべてにそれが私当てはま,ってしまいえ。えそれ本当僕らダブだと思うよ。いいえマジでタチ悪いと思うし、それは自覚してる。ほんとため。けど無理なのよ。<laughs> どうしても好きでい続けることがちょっとできないの。えちょっと、名前出せる人出してよ。名前出せるバン万歩チキンとかじゃないかな。めちゃくちゃ好きだったバン。めっちゃでかくなってんじゃん。え、そうそうそう、めっちゃでかくなったけど、それがでかくなったことがその理由なのか。本人たちがその年を重ねて、大人になって歌詞とかが変わったとか、年を重ねて声が変わったとかも。もしかしたら要因なのかもしれないけど。 もう本当に今の「バンパブチキン」の曲は私は別に聴こうと思わないのねなんか昔の「バンパブチキン」大好きなんだけどうーんとか、えー、まあラップとかもそうえ自分の中で何だと思ってんの今どっちか分かんないって言ったけどまあ他のその要因がいくつかあるかもしれないけど、うん、その本人たちが年重ねたことかあのまあ売れたことかっていうのに あると思うけどまあ基本的には売れ,、うん、売れたことその客,客が多くなったことによってその何歌詞とかでそのなんていうの当てはまる人を増えるようにするみたいなその書き方になっていくえそれ美化してないそれもある一方でなんか僕はもっともう本当にそれが100じゃないかもしれないけどめちゃくちゃキモく言うとなんか、うん、自分しか知らない感じがなくなっちゃうのがなんか悲しい。 ななそれはなないい私はは <laughs> やなんで距離を置くの <laughs> それは全くないあのアーティストには全員あの人気になってほしいと思ってる基本的にはリコと一緒だだじじゃあ僕だけじゃ僕け、うんや成功してほしいって思うしつーちゃんみたいなファンは足を引っ張るファンない <laughs> いやいやいやそれは言い過ぎだろ <laughs> いやでもそれをつーちゃんみたいな感情を抱く人はたくさんいるけどそれを書き込む人 にあ,ーいるね、あれはマジで立ち悪いよね。いや立ち悪い、マジで足引っ張ってるよ。あれはうん、あれは僕はそんなことはしない。うん、そうそう。<laughs> 自然消滅するだけで。でもその人たちのこう感情はすごく理解する。ああ、できるんだ。うんできる。それは前の方がいいよね。だって歌詞変わっちゃったもんね。って思う。ね<ー>ことが頻繁にある。うん。いや、そうだそうだそうだ。うん、う一番しっくりきたのが。 僕は音楽をめちゃくちゃファッションとして見てる、うん、として消費してるでそれを LINE でなんかめっちゃ前に言ってなんかバレルにも納得してた気がしたからすごいうん改めてしっくりきたのよ。そうなのか,もなんか本質的にすごい好きっていうわけじゃなくなんか本当ファッションのなんか最近買ったなんかバッグみたいな感じで消費してしまってるんだろうなってすごい思っててそれをほ別に恥ずかしいことだけどまジそうだと思う。 おそうなのかもしれないそう思う時はたまにあるけど僕,僕に対してバレに対し自分にいやつーちゃんに対してああいやいやそうだ,まだ軽めに消費してるのは、まあ、でもそれがほとんどの人がそうだと思うから別にいいとか悪いとかないと,、ね、ないと思うけど<ー>えー、でもそっかお笑いとかは別にマスのものをマスとして受け取ってるよね<う>確かにだってなんかチョコプラとか好き,好きだもんね普通に粗品とか。 粗品大粗品僕、もう、もう、もう、手広げて、超、全然ありがとう、みたいな感じで。粗 <laughs> 品が大きくなっていくの、めっちゃ楽しい。粗品とあのちゃん、粗品大きくなってるのめっちゃ楽しい。粗品が、あの、後輩芸人なんか送り出してるのが超嬉しい。なんか、やっぱ粗品、うん、え、だから皇帝の、あの <coughs>、皇帝で、何だっけ。下田。うん。 が粗品とめっちゃ仲いいから下田がめっちゃなんか九条城よりうまくいってるのとか見るとなんか嬉しくなっちゃう。ああ<ー> <laughs> そうだから音楽だけなんだと思う。っていう結論でええでもドラマとか映画とかもそうじゃないの確かに。いや映画は普通に質が低くない。 普通に商業映画の大変ああ、そういうことか。もう軸が違うからか。うん、大きくなる大きくならないとかではないのそうそうそうではない。普通に福田村事件とかめっちゃ大きくなってから見て、すげえ見,見たくなったし、いい映画なんだろうなと思って見れるし。うん。ドラマは普通に。うんうん、まあ見ないか。な何も見ないか。そもそも見ない。うん、ああ、なるほどね。そうだね。うん。びりしました。 僕の悩みに<え>向き合ってくれて。<laughs> どうなんかなそうね。なんか「しって言うならで今思いついたんだけどちょっと話ずるんだけど私超スピッツ好きなんだけどさうんあのでまたスピッツこの間アルバム出して今それひっさげての全国ツアーやっててみたいな。 うんうん、それも行きたいと思っててみたいななんかで、ね、久しぶりにやっぱスピッツいいよなと思ったのが「美しいヒレって、うん、曲出てその曲が本当になんかたまたまあのもう最近スピッツは好きだけど大好きだけどなんかおそんなリアルタイムで追うほどじゃなかったんだけどたまたま音楽番組で「美しいヒレ歌ってんの見て、うん、やっぱいいわーってなってなんか。 あのあそういえばすこれアルバムに入ってるやつか全国ツアー行きたいなとかなんかこう思って毎日美しいヒレをこの夏聴いてたのいい歌だなと思ってしたらさあのコナンの映画の曲だったらしくてうん <laughs> その瞬間にくっそ冷めたの <laughs> はい待って待っていいいいエピソードやんこれいいエピソードだよねいい今回のテーマでいうとめっ,めっちゃいいやんそういうの ファッションじゃん。であのコナンに染まったら嫌になったっていうこ <laughs> う。なんかちっちゃい頃から大好きなスピッツさんたちみたいな。でスピッツがどんなに大きくなってもスピッツスピッツのままでいいんだよみたいなこういいファンのつもりでいてもうなんか <laughs> あの「行けたらライブも行くね」みたいなこう勝手な気持ちでいたんだけどなんか。<laughs> あの久しぶりに聴いてやっぱいいわって思った曲を <laughs> 本当に毎日本当にこの夏目を閉じれば夏のことを思い出すと美しいヒレが流れるぐらい本当に毎日聴いたのなのになんか友達にあのええさスピッツさなんだかんだやっぱ今もずっといいよみたいな美しいヒレ聴いたって言ったらああコナンのみたいな言われてえっえコナンなんてえ何コナンの何じゃしなんか えあえ映画の曲だよあれってすごい <laughs> コナンの映画の話にもすごいさ歌詞が全部ドンピシャでさなぞらえられててさ <laughs> すごいいいよねって言われてなんか私も好きみたいな言われてそれでなんかもう本当にガラガラガラってなんか私がスピッツと対峙しながら美しいヒレの歌詞を聞いて <laughs> あ私だったらこういう風ななんか瞬間にこの歌詞刺さるなとかこうなんていうの反すしてたあの時間全部 コナンに包まんか僕自分が見えない軸でつ、うん、上から包まれてたてそうスピッツは決してそういうなんか人にこういう私みたいなこう仕事とかで悩んでる人に向けてっていうよりはコナンの。コナンだった,っ、ね、った <laughs> 全部かのってた。<laughs> なん,かなんか思うともうやばかった。あのうわ<ー>しかもコナンかよってなっちゃって。 なんか新しいなんかよ,よう知らんアニメの映画とかじゃなくて「コなんかよ」ってなっちゃって「来年もどうせ映画やるのにコナン <laughs> なんかよ」みた気持ちになってしまいえでもその気持ち超わかるかでもちょっと軸がもうちょっと本質的だよねその歌詞の愛着があったけど歌詞が自分が思ってたのと違うからっていうのはあると思うけど。まあ単純に答え合わせ ミスっっただけって感じではそそ、うんうん、そうそうそうすごいわかる僕一瞬それを思ったそれで一瞬食べちゃう自分に対してドラマとか映画で沿った曲とかすごい僕愛着湧きにくい、うん、あん<ー>アイアップソングねそうなんかすごい何か,か,か,かストーリーなぞらえられてていいのようま,うまくハマってさこの歌詞がとか言うけどさ、えー あはみたいなえ私さあの逆っていうかさ逆にそれが自信につながるってか励まされるかもしれない自分が好きなものがみんなの好きなものと一致しない日々を、うん、あの歩んできたから私が、うん、気に入ったものって ってみんながこの曲いけるタイアップにしようって思うような曲なんだとかシングルカットしようミュージックビデオ作ろうって私が好きな曲でなんか判断したんだみたいなそのレコード会社の人とかも、うん、って思ったらすごい元気が出るの割と最近は<ー>なんかなんていうのうん自分がこの世の仲間に入れたような感覚じゃないけどあなんか極端で言うと認められた感じがするんだうーん っていうか私の好きなものもまだまだもの世の中には届けられるんだなって思うっていうかなるほど、ね、そうそうなんかあれめっちゃ好きだなのあの米津のシェーン・ソーマンの曲、うん、キックバックめっちゃ好きなんだけどあれあん,あんな曲がなんかめっちゃ変な曲だけど超人気になってアニメの曲になってなんかそれで元気が出た。ね割と。うん まあ、えでもそういう人めっちゃいそうマジ<え>あの超超朝音楽論になるだろうけど <laughs> ユネス・ケンシンとかめっちゃ前から活動してるじゃんニコニコとかンン、うん、で当時からね応援してる人たちはどうせサブカルって言われてた中で今はもうドマスでめっちゃ認められてるからさすごいいろんな人にいろ、うん、んな人が喜んでんじゃない うん、絶対そうともうその時チェーンソーマンのエンディングがなんか一話一話違ったかな,なんかそんな感じでマキシマムザホルモンとかもラインナップされてて<ー>なんかめちゃくちゃ刺しに来ようとしてる感じがしたあ<ー>毎回ねうん確かに確かになるほどそうそう、うん、あと一個だけあの <laughs> 勝手に改造とかささと、うん、なら絶望先生書いてる「くめた工事っていう、うんとか、うん でも大好きなんだけどもう本当に大好きなんだけど、うん、で久米田さんって漫画の中でも自分のことをもうなんか死に損ないみたいな感じで自虐キャラとして扱ってるのけどさこの間『さんま御殿』出てて久米田浩二がえそうあのあのもうそれはげ、まあ嬉しかった,たバルニーと同じえ久米田浩二の「 外に出していいって判断した誰かがいるんだって思って。で、まあ、超売れっ子になっちゃったから、あれだけど、それ、それでもなんかさ、そんな、がっつり、なんていうのやっぱ、陰キャの星みたいな感じの人ってい。えねえ、姿表すんだっていうから、周り芸能人の中で、組めた工事が、その、自分の家にこだわりがある人特集みたいな、絶対組めた出なくてもいいような特集になんか、出されてて、 で、まあ、多分、なんか本人にも理由があって出てたんだけど、で、なんかそれを漫画家の友達たちがみんな、こう、ツイッターで応援してるみたいな図とか、なんか、すごい含めて、あ、なんかあ、ある程度こっちで気づき上げすぎた人って、こう、マスの目を、日の目を浴びても誰もこう、車に構えて、なんか、見ないというか、みんなこう、 背中を押してくれててすごい素敵だなって、なんか <laughs>。きっと、手に目の好みたけしさんとかが、先生とかが出てたら、ちょっとなんか、いじられたりとかしてるんだろうけど、くめたはいじられてなくて、なんか、それもなんかいいなとか思いながら、なんか見てたのを思い出した、今。そんなことが不思議だね。そ,うだよそんなことあんだね。ね不思議不思議。なんでって思ったけど。な本当に 不思議だよねなんかそういう時にまだマスカルチャーのてかまあそういうテレビ作ってる側の人の中にとかキャスティングの中に変わった人間が紛れ込んでんだなってなんか、えー、夢が持てるというかあ分かるその感じ。マジでさなんかテレビで働いてる人のさ身近な人が別に数人しかさサンプルがいないんだけどさその人たちって結構なんか正直あ 若干諦めてんのなんかそんな紛れ込ませられないよみたいな、うん、なんかまあ実際にシステムとしてそうなんだろうけどでも奇跡が起きるじゃんその人たちを勝つを与えたいの私はずっと,ずっと本人たちも言うしあなたがやるんですよって本当に <laughs> あなたですけどみたいなあなたのような人がやるんですけどみたいなことをずっと言ってるんだけどやっぱりなんかそのかなり疲弊しちゃうその業界にいると。 まあでもそれの方が普通なんだろうね。相当エネルギーがなないと戦えないんだろう,、ね、うんもうシステムが強すぎて構造が強すぎてね。うん、もう十分に人気十分に話題が出来上がってる人じゃないとやっぱり出せませんよみたいな話でさまあその言,う言ってることも分かるんだけどさでもさ猫化粧がさ「ラビット!」に出たみたいな奇跡が起きるわけじゃないですかたまには。にね、<laughs> 猫化粧ってうあの 芸人ねお友達の、うん、そうそうそういうのをやっぱりこう希望として生きていきたいです私は <laughs> 本当にとてもとても素晴らしい使命だと思いますはいでもまあ結局枠ですよね <laughs> はい枠ですね重要なのはそうそうだと思います僕はザ・ウィークリー・コンテンツという枠はとても大事に使ってます <laughs> 確かに <laughs> 確かに、枠って大事。<laughs> 私が言うなすぎるけど。枠って大事文字で。ごめん、ごめん、ごめん、ちょっとささっと一つ気になってたのが、リーコは。<laughs> ちょちょジャニーズの話思っちゃうんだけど。ジャニーズジュニアが。なんかジャニーズになって、なんか。ちゃうなーみたいな時、なかったの。のジャニーズジュニアがジャニーズになって。 なんかすごい前から追ってて,追って,て追ってた人がってことなんかそうそうちょっと成長したらなんか見捨てちゃったみたいなない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 なえすげえもうまあ音楽性とかで見てないからだろうねあん何も見た目で <laughs> <laughs> うん最悪の。 単純にキャラとして人気になってほしいからより人気になってほしいからってことだよね。同じくね、本人が一生この世界で生きていくためにはね、そうしないといけない。じゃ僕もその目で音楽見たらもっと持続的に応援できるってこと。うん、顔ファンになる。最悪の最大役。じゃあいいや。このままで残るわ、じゃあ。 嬉しい売れた今も宮舘がバラエティーとかガンガン出てるのめっちゃ嬉しい確かにそれで興味みたいな部分はなくなちょっと薄れるけどああでもやっぱちょっとある僕ほど音楽に対して僕ほどじゃないけどちょっとあるんだよねそう,そういうのうーんほんのちょっと、うん、いやあ,あってもおかしくないだろうなって思ってて聞いちゃってだってジャニーズ Jr. の方がなんか応援する価値があるじゃん自分のアクションとしてそうだろうねそれがなんかいい いい企画かなって思って,て。応援しがいがあるというかね。ああそう、押し上げる。一緒に押し上げられるから。そうもうね、私が押し上げるっていうか、人に不況しようとしてもさ、もう。例えば、伊達様の良さ、みんな知ってるし、ある程度。ああ、ね、ね、あの子、おもろいよね、みたいな感じだろうから。そう。うん、そっか、なんか、よく言うと、なんか、応援。自分が応援する価値があるかどうかみたいな。 どのくらいなんか貢献できるかそ,<う>それ割合だよね全体に対するそうそうそう、うん、そ,れそう言ったらいい感じに僕イメージでき作れるかれうんでもそれでさや,やりがいって思ってさ私はさ <laughs> 若手ラッパーとかをさ応援してるって思ったらさすげえ立ち悪いからやっぱりん歌詞の歌詞のことだって信じたい自分はなるほどなうん内容が変わるから好きじゃなくなるんだっていうので 行きたいです私はまあまあ、まあ、そうですはい、うんはい、あざ <laughs> ました <laughs> <laughs> はいありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたえないんだっけ今回あれあないあでも読むんでしょはいラジオさんごっこはスポンサーの皆様のサポートで成り立たせようとしています YouTube のスーパーサンクス機能から800円以上お送りいただくとスポンサーになることができます。コメントの部分は事業の広告など何でもお使いになります。ラジオネームある場合はお忘れなくお願いします。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 いますのない。いないから今日は <laughs> スポンサーが。<laughs> えー、今週のはい。あ告知など大丈夫ちゃんとあの、これスーパーサンクスした したらうちらが喜ぶのはもちろんあるんですけど、あのちゃんとあのゲストのギャラとかになったりする可能性もあるからあのビッグゲストがあ<ー>来るかもしれません。ね、本当、ね、まあなり成り立たないかもしれないけど、初ゲストにギャラ払う可能性が出てるしね。うん、うん、そうね。でこのリーコと僕のマイクもあのラジごマニーで使いました、はい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。いますはいはい。ハルウィンバッシュにバルニの新曲あのマッサーボーイだっけ？ はい、マサボーイとヒリヒリと私のハロウィンバッシュ聞いてください,、はい。聞いてください。はい、今週のザウィークリーコンテン。えっと岡田斗司夫の漫画アニメ化ラジオノハタハタの会。枠枠も岡田斗司夫行っちゃったんだ。もう,もう行っちゃったよもう,もう,もうおしまいだよ。マッキーですわ。マッです、えっと。私結構ちゃんとした。 <laughs> 枠の使い方します。<laughs> えっと、銀座プラチナム屋の、えっと、これね、あ、見えない。いなり寿司です。 めっちゃ美味しいのこのあ見えないね。なんだその。YouTube の人だけ。YouTube の。人だけ。普通にイタリ寿司ですね。ごま山椒紅生姜、季節のなんたらしそ五目みたいな感じでちょっとイタリーズシが炙られてるの。美味しそう。銀座ですか。銀座なんですけどおすすめなのでぜひはい。え僕はデザイン情報サイト JDN。

見てみてね Twitter はラジオ屋さんこっこ R-A-D-Y-O-Y-A-S-N-G-O-K-K-O、ok、だよお便りも待ってるよ Twitter のリンクもしくはポッドキャストのエピソードメモのリンクからお便りフォームへ飛べるから誰でもいつでも送ってねいつも聞いてくれてるみんな本当大好き I love you I love you so much. I love everything about you Takara Itimo Arigato Mata Sarashini.